ポリシーが合っている有望な選手がちらほら入ってきているベガルタ、明確なチーム作り、なんかいいですね。と言いつつ、前回の動画から2ヶ月ほど編集期間が空いているので、忘れてるところもある断定言えないけど、言っちゃった。とにかく5年目です。では、年末年始の作業からいきます。26ほどの黒字。J リーグは準優勝、カップ戦はいろいろ優勝としっかりステップアップしている、ベガルタです。公約は、ニューイヤーカップ優勝だったのですが、これを無事達成、総合評価は C でした。スポンサー収入は、22億ほど。契約特典も見ながら金額も重視しながらです。契約更改は、若手ですが戦力外の東を退団させ。スカウトは日本人。有力ユースの探索能力と巧みな移籍金値上げ術があり、能力が高い人にしました。今のクラブに適していると思います。公約は、アジアクラブチャンピオンシップで決勝トーナメントに進出、解雇条件はサポーター300人減少なので大丈夫だと思います。監督スタイルはプロフェッサー、簡単に言うと適当。キャンプは北海道に行きます。お金がないので安いところで適当です。その後、ゴンさんが J1 の MVP の受賞を祝われ、ユースが入団、しかし、スカウト探索した選手たちと差がありすぎるので、ほぼ当たりがいません。一応チェックしましたが、もちろん16歳の世代に世界屈指に近い選手はおらず、その上の世代、スカウトが見つけている選手たちが楽しみなだけでした。黒部さんはちょっといいですけどね、今必要としているのは、もう2個くらいランクが上になってしまっています。未所属選手のリストも見ましたが、特に欲しい選手はおらず、たまにいい選手がいるので見逃さず見ていきつつですが。ということでスカウトの若手発掘。早速ボランチの岩木を見つけてきます。しかしポリシーが左寄りなのでちょっと合いません。次はプレイスタイル育成ですが、これが一番混乱します。プレイしていない期間が空くと一番わからなくなりますが、守備の選手を中心に育てています。これで年始めの作業は終了、開幕ですが、まだまだベテランに頼っていて、ポリシーが合っていない大物選手がスタメンを張っていたりしながら、ポリシーが合う若手選手を育成していっているところです。簡単に言うと、将来が楽しみすぎるというベガルタです。その後3月、若手が期限付き移籍から期間、出場機会を得て、それぞれ伸びていました。ここまでいろいろ若手発掘はしていますが、高ランクがかなり期待できるのはこの5種類の人たち、というのは調べていくうちに分かったので、すごく上のランクの選手はそこまで多くない、なので、程よい人たちでもいい選手は見つけてくれるんではないか、という感じがします。あとは若手発掘にかかる期間の短縮ができるスカウトとかだといいんですけどね。その後、ポリシーが遠い、五十嵐博士というボランチを放出、6億近い収入を得ます。さらに転生状況もチェックしましたが、日本人選手は特に動きがなさそうです。欲しい選手は全くいませんでした。海外の若手は若干転生していたと思います。かなりの大物応援、取れないかな。移籍金を払えるほどの力がないので、見過ごすしかないでしょう。まだまだ3月は忙しい。今度はユースからポリシーが合わない選手をトップ昇格させます。移籍金目的です。五十嵐がその目的で入団し、
構築されていったので、補充ですね。育成結構忙しいです。今度はベテランのキーパー川島から、ユースの園田へ継承。能力が上がっています。4月、移籍金目当ての選手2人が入団します。4月、オイルマネーチャンスがやってきます。主力レベルに声をかけてくるカリームさん、今回は守護神川島に声をかけてきました。川島の移籍金は、31億2000万、これは欲しい金額です。川島の代わりに、ハーグマーブと、そんなに変わらない能力なので、川島はここで移籍となります。お金も入って、世代交代もできた、理想的な序盤の経営だったかもしれません。この商売やめられませんね。に所属にすごい選手いるけどどうしようかな。浮いたお金を使うのもありかもしれない。ポリシーは合っていないけど、最高クラスの選手、ご存知フンバルト、どうするか。の前に、臨時収入が入るたびに、施設を良くしなきゃいけないと思っていたので。スタジアム周辺の施設を20億以上使い、充実させていきました。いろいろ設置しましたが満足度、集客、収入が上がっています。クラブハウス施設の方は、第2練習場を設置、半分にお金が減りましたが、使った分以上のお金が入るので、美味しいです。こんな感じで世界で戦う力をつけていければ、いいですね。その先にポリシーが一致した選手たちが完成する未来があるので、地道に作り上げていかねばなりません。あとはプレスタ育成の生活、チームカラー発動は守備的なものにしようかなとぼんやり浮かんでいるところで、とりあえず育てています。さらに2週間後、若手発掘で期待が持てるリストが見つかります。場所は日本、高ランクの選手を連れてくる可能性がかなり高いカレー選手。下のコメントには、キャッチ、ジャンプ、とキーパーと思わせる単語が出ています。日本人最高クラスの架空選手のキーパー。さあ誰だ？矢村だった、ポリシーは15かな？自分が調べたポリシーとだいぶ違うけど、この位置なら範囲内なので、主力にできるかもしれません。調べた中で、矢村は24番目のポリシー、ほぼ右下と書いてありましたが、今見ている画面では15、すぐ左上の9番目あたりがうちのポリシーになってくるので、範囲内と、しかもすごくいいキーパーですし、これなら全然うちの未来の柱になりそうです。今回はここで終了します。次回は5年目後半です。日本のチームとして強くしていく展開、胸熱な選手がいろいろ出てくるのがいいですね。ご視聴ありがとうございました。